レスリング柴田参上。やらかしたユーチューバーを真っ先に全力で叩け。昨日の友は今日のネタ、気づけば友はいないけど、孤独を抱いて悪を打つ、悪口言っても心2021年4月13日、朝倉未来と光がそれぞれのチャンネルでコラボ動画を出しました。私柴田、また呼ばれておりません。どうしてだよ、なんでだよ、どうして、どうしてあれだけ笑いするんだよ、ミクル、ヒカル、柴田とミクルは友達じゃないのかよ。柴田とヒカルは友達じゃないのかよ。なんでヒカルよりも先に俺はミクルとコラボしてたし、俺はヒカルとミクルよりも先にコラボしてて、なんで俺はやってもらえないんだよ。そんなのおかしいよ。俺を友達と思ってないのか。ひょっとしてミクルもヒカルも俺柴田を友達と思ってないのか。だから俺はプライベートでも飲みに誘われたことないのか。ヒカル、お前定期的にレベゼンのフォイと飯田主催のパーティーで飲んでるらしいじゃないかよ。ヒカル、なんで俺そのパーティーに呼んでくれないんだ。飯田主催のパーティーでなぜ柴田呼んでくんないんだ。ミクル、お前も口を開けば俺に連絡してきたと思ったらコラボのお誘いとかブレイキングダウンに出てくださいとか、そんなばっかりだけど一回たりとも柴田さん次の日曜日飲みに行きましょうよとか一回もないよな。お前らひょっとして柴田のこといい時にコラボしたら数字がつくコラボ相手として俺を見てんのか。俺はな、友達が欲しいんだよ。友達が欲しいんだ俺は。ユタボン、ユタボン、 YouTube をきっかけに知り合った人っていうのは一見友達のように見えても極めて利己的な関係なんだよ。ユタボン、俺はヒカルとミクルと仲がいいように見えてすごい素敵な関係なように見えて動画以外では全くつながりがないんだ。そしてミクルからもヒカルからも友達だなって思われてないんだよ。ユタボン、学校に行かないと自分の周りに存在する人間っていうのはこういう人間関係ばっかりになるぞ。
ゆうたも学校に行け。そしてみくる、ひかる、動画やコラボや試合出場とかそういうのを全く抜きにした友達になろうよ。俺はミクルとヒカルと俺で三人で飲みたいよ、飲みたいんだよ。そんなのって無理かな。それヒカル、ヒカルはするよ。1,000万円来週で買ったら1000万円柴田にあげるとか言ってくれないとも1000万円柴田さんにガチであげるんで来週頑張ってくださいって、試合の前に SNS でとか動画とか一緒に撮って、で1000万円俺が試合に勝ったらくれるって話だったのに、で俺が試合直前よ、ヒカルは前室さんに柴田さん負けたら控え室でポーズにするからバリカン買ってきてって、前室さんに本当にバリカン買いに行かせて、俺が試合で負けたらポーズにする気満々だったのに、結局1000万は俺勝ったのに1000万なんかもらえないんだよ。辛いはずだろ。でも俺はヒカル君と友達になりたかったから、だから1000万なんて別にもらえなくてもいいと思ったし、むしろそこで1000万円もらったらヒカル君と本当の意味での友達になれないと思ったから、だから1000万円のことなんか俺言わなかったよ。もらわなくたっていいと思った。でも俺は1000万円なんかいらないから、ヒカル君にカメラが回ってないところでご飯に誘われなかったんだ。でもそれもない、ミクルとのコラボでも少しでも連絡されてない。だったら1000万くれよ。ヒカルはミクルとヒカルのコラボに会いたかったよ。友達になろうよ。友達も明日は切らずにいられない。